中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。ドラゴンズ追加点を挙げました。3対0。カープなおもピンチが続きます。警戒していた相手ですがタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。そうですね、厳しい展開になってしまいましたよね。終盤で大きな追加点を奪われました。カープここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の菊池。5番バッター阿部。カープこの回1点を失っています。さあ3点を離され、なおも得点圏にランナーを背負った場面。さあこの場面をどういうピッチングで切り抜けてくるか。改めてお聞きします、この阿部どういうバッターなんでしょうか。まあここまではっきりと右ピッチャーに強いとベンチは左のワンポイントを使いやすいですよね。ああそうですか。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。ここは見ます。二塁ランナーを気にします。二塁タッチもセーフ。左中間へ、ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁も回った。セカンドランナーホームイン。ドラゴンズ追加点。4対0。カープこれ以上離されるわけにはいきません。抑えたかったんですがここでタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。もう少し慎重に行きたかったですね。残されたイニングはあとわずか。決定的な追加点になるかもしれません。バッターは6番平田。先ほどの打席はデッドボールでした。さあまず1球目インサイド決まっています。打ちました。これは手を伸ばして取った。アウト。スタンドのファンも沸いています。一塁転送はアウト。ダブルプレー。しかしこの回ドラゴンズ2点を追加しています。4対0。ドラゴンズのリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブン、カープの攻撃に入ります。初球ボール。2球目は何で来るか。低めの球ストライク。ここは150キロを超えてきます。高めのボール打ちました。レフトへ打球伸びる。レフト掴んでワンアウト。2番バッター菊池。先ほどの打席はファールフライに倒れています。大野まずは先頭バッターを打ち取っています。これが2球目。低め落ちるボール決まりました。このクロスファイヤーはいいですよね。はい、高めのストレートストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。高い打球センターへ。この打球はフライになっています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターボックスには3番西川。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。ツーアウトになっています。インハイ決まっています。
インコースへ大きく外れます。次が4球目、ファウルになります。ここはストライクはもちろん、際どいボールも手を出していかないと。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。7回終わって4対0ドラゴンズがリードしています。8回の表、7番から始まるドラゴンズの攻撃、強打がバッターボックスに入ります。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。カープビハインドで迎える8回です。流しました。これはどう、三遊間抜ける、これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは8番加藤。先ほどの打席は内野フライ、走ってきた、キャッチャー2塁送球する、セーフ、盗塁成功。いや、この盗塁は痛いですね。やはり足のあるランナーは怖いですね。そうですね。見逃し三振、ピンチをしのぎました。ワンアウトランナー二塁と変わります。さあ、バッターボックスには先発の大野が入ります。ここまでいいピッチングしてるんで、ベンチとしては引っ張りたいですよね。そうですね。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。かなり振り遅れましたよね。変化球を待ってたんでしょうね。そうですね。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。2アウトになりました。さあ、そして打席には大島が入っています。さあ、2アウトながらピンチは続きます。ここは我慢のピッチングですよ。なるほど。初球打ち、菊池が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたが、ドラゴンズ得点には至りませんでした。4対0ドラゴンズがリードしています。8回の裏、ドラゴンズに選手の交代がありました。レフトの福田がファースト、バッターボックスは4番鈴木。ここはさっき打たれたスライダーの使い方に注意したいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。打ちました、ショート取った、アウト、ワンアウト。バッターボックスは5番松山。先ほどの打席はサードゴロ、併殺打となってしまいました。まずはワンアウトを取っています。いい当たり、これはどうか、ワンバウンド、ヒットになりました。松山、今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー一塁です。大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてレフト深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁到達、ピント、これが今日の初ヒット。ワンアウトランナー三塁二塁。まずは変化球から入りました。このカウントは甘い球だけでなく、少しゾーンを広げて待っている感じでしょうね。なるほど、そうですか。ボールです。痛烈、これはショートライナー、つなげたかったですね。まあでも、まだ得点圏にランナーを置いてますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。そうですね。さあ、このチャンスでバッターボックスには8番のメヒアが入っています。ファウルになります。打ちました、ピッチャーゴロです。一塁送球、
一塁アウト、スリーアウトです。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。8回終わって4対0ドラゴンズがリードしています。小宮山さん、今日はエースが誤算でした。いかがでしょう。いやこれはねもう本当にベンチとすると打ちました。田中アウト、ここは送球が間に合っています。3番バッター福田、先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ええ、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。菊池、まずは先頭バッターを打ち取っています。高め打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切れました。ファールボール、見逃して三振になります。バッターボックスビシエド、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやそうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。2球目打ちました。ヒットになった。これで4打席連続のヒット。ツーアウトランナー1塁、バッターボックス阿部、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、ヒットでランナーを1塁に置いています。さあ2球目は何か。外のボール、まあ、ここは甘くならないようにしてストライクゾーンで勝負ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。高めに決まりました。ツーボールツーストライクです。打ちました。取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。4対0ドラゴンズがリードしています。9回の裏、ここでカープ代打を送ります。バッターボックスには代打の長野。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。そうですね、まあ1点でも多く返しておきたい場面ですから、しっかり得点につなげる仕事をしてほしいですよね。なるほど、そうですね。さあこの起用に応えたいところ。これが1球目、初球コーナーをついてきました。スピードボールを持っています。次が2球目、2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ベンチの期待に応えました。ノーアウトランナー1塁です。打順は1番に帰ります。バッター田中、今日はまだ当たりがありません。前の打席はいい当たりだったんですけどね、タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。ヒットでランナーを1塁に置いています。牽制セーフ、内への変化球は決まりません。空振りになります。ワンボールツーストライクです。この球は外れています。
バットに当たりません。三振、ワンアウトです。2番バッター菊池、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナー一塁です。インサイド変化球決まっています。2球目は何で来るか、ファウルになります。アウトコース見送っています。引っ張った、取った、二塁を送ります。二塁アウト。バッターボックスは3番西川、今日はまだ当たりがありません。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね、今度はやり返さないといけませんよね、そうですね。ゲッツー崩れでランナー残りました。ここは強肩のキャッチャーですから走りにくいかもしれませんね。ああ、そうですね。